皆さんこんにちは、白鳥歴史研究家ルファです。僕たちの周りには豊かな歴史を持つ魅力的な観光地が数多く存在しています。これらの場所は単なる美しい景色や楽しいアトラクション以上のものを提供してくれます。それはその土地固有の歴史的背景、伝説、そして時に忘れられた物語です。このチャンネルでは観光地それぞれの歴史を深掘りし、訪れる価値がなぜ高いのか、その背後にあるストーリーを詳しくお伝えしていきます。歴史を通じてそれぞれの場所がどのようにして今の姿になっていったのかを探っていきましょう。前回はですね、こちらの神社に祀られている神様とか、創建の伝承とか、あと社紋とか、そういったお話をさせていただいたんですけれども、今回はですね、この神社の見どころというところを一挙に全てお伝えさせていただきたいなと思っております。全てとは言ったんですけれども、書き出したらキリがないというところで、僕のですね独断と偏見で、7つに絞って、7つを一挙にお伝えしていきたいなと思っております。今までの動画でもちょっとお話しさせていただいたんですけれども、風鈴っていうのがですね、非常にインスタ映えするような写真が撮れるっていうようなことでですね、人気を博しているんですけれども、そういったところも含めてですね、7つに絞ったというところで、ぜひですね、今日のお話も聞いていただければなと思っております。それではですね、早速見どころのところをお伝えさせていただきます。それと今回もまた最後に今回の内容をまとめたミュージックビデオをエンディングテーマとして作成させていただきました。そちらも最後にぜひお聞きください。まずはですね、こちら風鈴回廊っていうところですね。川越氷川神社の縁結び風鈴っていうものがありまして、こちらがですね、毎年夏の7月初めから9月の初めまで開催されるイベントっていうものがありまして、こちら約1500個の江戸風鈴が境内に飾られています。この風鈴回路はですね、色とりどりの風鈴が吊るされていて、風が吹くたびにですね、涼しげな音色が響き渡るというようなスポットとなっております。この風鈴の音を聞きながらこの回路をですねくぐると、まるで夏の涼しい風がですね心地よく吹き抜けるような爽快感を感じることができて、心が本当に癒されます。ここ僕ちょっと行ってきたんですけれども、本当に癒されました。はい。ちなみにこの縁結び風鈴というのがですね、初めて開催されたのはですね2014年だそうです。意外と最近なんですね。昔からあるイベントというよりは、最近イベント化されたというようなものなんですけれども、とにかく新しいだけあってとにかく綺麗です。この風景はですね、聞いていただくというよりはですね、実際見ていただいてた方がいいのかなと思うところではあるんですけれども、どうやらこの風鈴にはですね、良縁とか、家庭安全とか、商売繁盛などの祈願が込められているんです。でこの風鈴にはですね、短冊がかけておりまして、そこにはですね願い事が書かれているんです。で風っていうのはですね、何かこう願いを届けるみたいな時にも使われる言葉だったりもするらしいんですね。日本のこの歴史というか、昔はこう風の頼りみたいなね、そういった意味合いで何かを伝えるっていうような時に風っていうのが使われたりするんですけれども、風鈴にこう短冊に願いを込めると風に乗ってその願いを神様に届けてくれるというような、そういった意味合いもあるみたいですね。はい。で次に大鳥居ですね。この大鳥居はですね、川越氷川神社の東参道に立つこの大鳥居っていうのがあるんですけれども、こちら高さ15メートルの木製で日本最大級の規模を誇っていると言われております。ちょっと前に明治神宮の大鳥居のお話もしたんですけれども、あれも10メートルを超えるというかなりでかかったんですけれども、今回のこちらの川越氷川神社もですね15メートルの鳥居ということでかなりでかいです。で鳥居の中央にですね、扁額っていう要は看板みたいなものがあるんですね。鳥居の真ん中とかにこう神社の名前が書かれているような看板みたいなのがあるんですけど、それ扁額っていうんですけど、その扁額にはですね、勝海舟が直筆で書かれたこの写経が記されているということでございます。なのでですね、この歴史的価値も非常に高い、鳥居となっているんですね。もしね行かれる際はですね、この鳥居のこの扁額の文字っていうのにも注目して見ていただけるといいのかなと思います。
で次にですね、タイミクジというちょっと独特なおみくじがあるんですね。この川越氷川神社のこのタイミクジはですね、非常に参拝者に人気のあるユニークなおみくじとなっていて、小さなタイの形をしたおみくじを水に浮かべて引く形式で、その結果が運勢を示してくれるというものでございます。水に浮かべて引く形式っていうのはですね、ちょっとこうイベントの時に行われるそうで、実際こう水に浮かばれてない状態でもう釣りができたりとか、そういったこともあるそうなんですけれども、このタイという魚はですね、日本の文化では成功とか出世の象徴とされていて、タイミクジを引くことで特別な運気を得るということらしいんですね。タイミクジにはですね、2種類ございまして、赤いタイはですね、1年休みくじというね、1年間の運気を占うおみくじとなっておりまして、あとピンク色のタイっていうのもありまして、そちらはですね、愛タイみくじというちょっとこう何ですかね、恋愛長寿とかのおみくじになっているということでございます。特にこちらはですね、若者とか観光客に人気があって、楽しいこの体験型のおみくじということで、非常に記憶に残りやすいというようなことでございます。ちなみにですね、このタイみくじはですね、2024年現在では1回300円だそうですね。釣り竿を使ってですね、このタイをこう釣り上げていくんですけれども、その釣ったタイの中にこうおみくじが入っていて、その内容を確認するというようなサービスでございます。で次にですね、本殿の彫刻というところでございまして、こちらの現在の本殿はですね、天保13年1842年に建てられて、その外観にはですね、非常に巧妙なですね、江戸彫りという彫刻が施されていると言われています。これらの彫刻はですね、当時のこちらの川越の城主がですね、松平成常という方だったんですけれども、この松平成常と地域の氏子によってですね、寄進されたものらしくて、非常に美しくてですね、職人の技術が光る芸術品となっております。木目を生かした無彩色の仕上げとなっていて、その彫刻にはですね、神話や伝説に基づく図柄が含まれているということでございます。歴史や文化を感じることができるんですね。これ実際僕も行ってみたんですけれども、すごくきめ細やかというか、こう立体に彫られているんで、なんとも見応えのある、芸術品というような感じでございました。本殿の彫刻はですね、この神社参拝の際には見逃せない見どころとなっているので、ぜひちょっと見てみてください。で次にですね、御神木ですね。川越氷川神社の御神木は樹齢600年の、夫婦欅となっております。これはですね、2本の欅の木がですね、並んで立っていて、見事な姿で訪れる人々を魅了してくれます。この御神木はですね、縁結びの御利益があるとされ、多くの参拝者が訪れて、こちらの夫婦欅にこう手を合わせているというようなことでございます。で2本の欅がですね、こう仲良く寄り添うように立っていることから夫婦欅と呼ばれていて、本当夫婦円満とかですね、良縁とかを象徴して縁結びの御神木として信仰されているということなんですね。でこの御神木の周りにですね、石畳のですね、小道がこう設けられていて、参拝者はですね、この小道を八の字を描くように回ると、より強い御利益が得られると言われております。この行為はですね、縁結びや家庭円満、商売繁盛などの祈願を込めて行うとよりいいということなんですね。でちなみにこの八の字を描くようにというのはですね、この8という数字がですね、日本人にとって縁起のいい数字なんですね。8っていうのは末広がりって言ってね、漢字で書くと下がこう広がってますよね。なのでこう、末広がりという意味合いだったり、横にするとこの無限大のマークにもなるということでですね、非常に縁起のいい数字となっているということでございます。で次にですね、絵馬トンネルですね。川越氷川神社のこの絵馬トンネルはですね、約3万枚の、この絵馬がですね、奉納されている神秘的な空間となっているようなトンネルがあるんですね。このトンネルは参拝者の祈りや気持ちが込められていて、絵馬を奉納する場所となっており、このトンネル上に絵馬が吊るされているというようなものでございます。絵馬トンネルは人々の祈りを目に見える形でこう集めて神様にお届けする場所という意味合いで作られた場所だそうなんですね。なのでね、一個だけこうかけといても神様の目に留まらないので、こうまとめてトンネルにすることでですね、神様に見つけてもらいやすくなると、そういったことでございます。
でトンネル内はですね、この絵馬の隙間からこう光が綺麗に差し込むんですね。なのでそういう風景も素晴らしいですし、風が吹くとですね、この吊るされている絵馬がですね、爽やかな音を立てて、何ですかね、あの竹のコロコロコロンコロンみたいな、そういったあのすごく雰囲気のある音を出してですね、気持ちが落ち着くというか、すごい素敵な気持ちになれるような場所となっております。で最後はですね、綺麗な小川というようなものがあります。この川越平川神社の境内にはですね、浄化小川と呼ばれる美しい小川が流れています。この小川はですね、参拝者の心身の浄化を目的として設けられているそうで、特に夏にですね、この縁結び風鈴っていうそのイベントが行われる夏の期間は幻想的なライトアップが行われるんですね。でこの小川はですね、人型流しというですね、神事に使用されるという川でもあるんですね。参拝者はですね、和紙に作られた人型に息を吹きかけて自身の汚れを移してから小川に流すと、心身ともに浄化ができるというような、そういった神事が行えるというような場所となっております。いかがでしたでしょうか。この川越平川神社は長い歴史と多くの魅力的なスポットで訪れる人々を魅了しています。創建からですね、伝承や神話に基づく彫刻だったり、四季折々の風鈴回路とか、そして神秘的な絵馬トンネルなど、ここにはですね、非常に多くの見どころがたくさんあります。美しい小川や夫婦欅の御神木とかは、心身の浄化や縁結びの御利益を感じさせ、訪れる人々にですね、新しい感動をもたらしてくれること受け合いでございます。ぜひですね、この川越平川神社を訪れて、その魅力をですね、全身で感じていただきたいなと思っております。というわけでですね、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでも面白いなと思っていただけたら、いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。川越の地に神々の息吹、風鈴の音色、夏の風が吹く。氷川の神社、四季折々の美しさ、神秘の光景、参道を彩る縁結び風鈴、涼しげな音色、心を癒して祈りを運ぶ。目を閉じて焼きの永遠の絆、絵馬トンネル、願いを込めて。浄化の大川、心身を清め、神話の彫刻、歴史を語る。川の魅力を感じて、神々の旋律心に刻む。心に刻む。